どうも皆さん、こんにちは、うまい棒です。では、実況プレイパート32、やっていきましょう。コンビニ村、村長、うまい棒、住民、じゃがりこ、独道、渦巻、ヤマト、キッズ、シェリー、てっちゃん、グラさん、オーロラ、ショコラ。コンビニ村の歩み。11月17日、うまい棒村長、就任。19日、シェリー、入村。19日、グラさん、入村。19日、じゃがりこ、入村。22日、オーロラ、入村。22日、園芸店オープン。27日、ショコラ、入村。27日、キャンプ場完成。27日、コンビニ豆粒オープン。12月3日、クラブ師匠オープン。12月4日、靴屋オープン。12月5日、スーパー豆粒オープン。12月10日、てっちゃん入村。12月14日、ビューティーサロンオープン。うまい棒の誕生日。26日、リセット監視センターオープン。29日、ホームセンター豆粒オープン。村に訪れた人の数、28人。というわけで、皆さん、こんにちは、うまい棒です。それでは、実況プレイパート32、やっていきましょう。ふぅ。はい、今のね、まあ、でなんか、座れるようになったので、座ってみたら、ああいう風になっちゃいました。ということでね、早速やっていきたいと思います。ちょっと今回は短めですが、すいません。今回は、井戸の公共事業の式典だけをやりたいと思いますが、すいません。ちょっと忙しいのでね、年末となると。はい。まあ、いわゆる最初のは時間稼ぎということです。まあ、そんな感じですよ。さてさて。ボキてる。オッケー。はいはい。あと今回は声が小さめですが、ご了承ください。はいはい。お願いします。なんか式典久しぶりのような気がしますね。やったで。はいはい。よはいはい、ありがとうございました。ちょっと忙しいですよ最近、本当年末となっても塾やら学校の宿題やらでね。お、どうしたヤマト。お、ダンゴムシ。わかりました。じゃあちょっと時間ないんで後で捕まってきます。じゃあ公共事業やりましょう。それでやって、今回はすいませんが、終わりにしたいと。あ、じゃあ展示場行きましょうか、今回は。おっと。公共事業。はいはい。新しい事業しましょう。やった。ほとんどやってる。よし、じゃあ、夢見の館作るか。作ろう。はい、やります。駅の中でね、はい、わかりました。あ、こんだけ？じゃあ結構時間をね、結構消費できましたね。消費じゃない、時間を、何て言うんだろう、カットできましたね。まあよかったでしょう。
いやー、2012年も今日でおしまいですね。いやー、見事ですね。というわけで展示場やっていきましょう。すみません、年内最後の動画がこんなテンション低くて声も小さいというね、最悪ですが、すみません、ほんと。はいはい。なんかすれ違いいっぱいしたんでね、なんか昔の家がなくなっちゃったんですよ。だからちょっとたくさん紹介していかないとダメなんですよ、これからは。というわけなんでね、ちょっといろんな家をどんどんと見ていきたいと思います。ではやっていきましょう。はいはい。ふう、やでやで。ちょっと僕もね、家はほとんど初めて見るので、新しい人のやつは、はい、なので結構楽しみです。ではまずはこちらの家から見てみましょうおお、これはマーメイドシリーズかな。だいたい揃ってますね、すごい。では次はこちら。おお、ラブリー。ちょっといかにも女の子っぽい部屋ですね。ふう。結構この家可愛いですね、なんか。中が。おお、おお、てか、このベッドすごい、なんかすごい。何これ。マーライオン。おお、すげえ。マーライオンってさ、確かシンガポールのあれだよね。うん。あれだよ、ライオン。水出してるやつだよね。マーライオンって。まあ、いいでしょう。おお、なんだここは。てか、これ何これ。リフトか、これ。すげえ。おお。リフトなんてあんだ、今回。すごい。リフト。よし。では、どんどんやっていきましょう。ああ。すいません。ここはカーニバルですね。前もこういう家ありましたよね、どっかで。じゃあ地下見てみましょう。やでやで。お、ロイヤルシリーズ。すげえ、よく揃いましたね、この人。いろんなシリーズ、ほんとすごいですよ、皆さん。尊敬します。僕の部屋なんて統一感が全く持ってないんでね。ちょっと、はい。あれですが。次はこっちかな。じゃあ、このドアが、お、かわいい家を見てみましょう。おぉ。いきなりなんか、クリスマスな感じですね。もうクリスマスもとっくに終わってんですけどね。いや、お正月ですよ、もう。はい。おお。お、これすげえ。かわいい子で。欲しい。いいなぁ。雪だるま一家ですね。おお。これまたバルーンで揃ってますね。いやー、すごい。やれやれ。もうほんと疲労がピークです。ほんと疲れてます。はぁ、おー、なんかいよいよとすごいぜ、この部屋。まずさ、これ、あれだよね、なんだっけ、自由の女神だよね、これ。すごい。ここでは、玉座。じゃあ、こうじゃない。玉座じゃないか、これは。すげえ。こいつさ、確か、100万くらいしたと思うんだよ、玉座。
すげえな、この人。ほんとすごい、この人。よくそんなお金ありますね。ではでは、やっていきましょう。ここはキノコ家具ですね。ちょっと床がなんかすごい。いいな。なんか水族館の床みたいな感じですね。よく水族館ってあんな床じゃないですか。ふぅ。ここもアイスシリーズですね。どうやらみんなアイスシリーズを集めてるみたいですね。まあ僕は集めませんけどね。ふぅ。なんかこの声よくなんか優しそうな声って言われるんですよ、周りからは。はい。普段は声が低くてなんか怖いイメージだけど、この声はなんか優しく聞こえるって言われる時もあるんですよ、結構。どうですかね、やっぱ動画だとノイズが入って無理ですかね、やっぱり。多いな、この風車。危険デル大工の風車ってオランダだよね、確か。オランダって風車が有名って、確か1年の頃習ってもいい気がする、学校で。あ、1年と言っても小学1年ではありませんよ。そこのところはちょっとご理解を。まあそういう思う人はいないと思うんですけどね。ではやっていきましょう。お、カフェみたい、ここ。すっげー、いいね、この部屋。カフェみたい。2階は、なにこれ。これ月？お、月。部屋の真ん中に月。そして右に隕石。そしてゴミ箱。なんつーバリエーションだよ、これ。というわけでね、今回これでおしまいにしたいと思います。では、次回は、まあ、2013年にお会いしましょう。では、皆さん、今年も見てくださってありがとうございました。では、皆さん、バイバイ。またねー。良いお年を。アディオス。